ジョージ・ワルド1906年11月18日から1997年4月12日はアメリカ合衆国の科学者で網膜の色素の研究で知られる。彼はラグナー・グラニとハルダン・ケファー・ハートラインと共に1967年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ポスドク時代、ワルドはビタミン A が 網膜の構成成分になっていることを発見した。さらに研究を進め、ロドプシンという色素が光の刺激を受けると、オプシンというタンパク質とビタミン A を含んだ保因子を生成することが分かり、ビタミン A はレチナールの機能に必須であると推定された。1950年代、ワルドラは科学的な手法で網膜から色素を抽出し、分光光度計を用いて、 色素の吸収波長を求めた。網膜色素の光の吸収波長は、死細胞の最も活性化する波長と一致するため、この実験により目が最も捉えやすい波長を知ることができる。しかし、網膜の大部分を肝体細胞が占めているため、ワルドラが測定した値は、ロドプシンの吸収波長であるに過ぎなかった。後に、顕微分光速光法という技術によって、 彼は抽出した色素のではなく細胞そのものの吸収波長を直接測定できるようになった。この実験によって水体細胞に含まれる色素の吸収波長が明らかとなった。ワルドはニューヨークでユダヤ人の移民であるアイザック・ワルドとアーネスティン・ローゼンマンの愛の子として生まれた。1922年にニューヨークにあるブルックリン技術高校の 第一期卒業生となり、1927年にニューヨーク大学から学士号を、1932年にコロンビア大学から動物学の博士号を取得した。卒業後、ワルドは奨学金を得て、ドイツのオットワールブルクの元へ留学し、網膜中のビタミン A を同定した。ワルドは次にチューリッヒのビタミン A の発見者である、 ハウル・カラーのもとに留学した。その後、ハイデルベルクのオット・マイ・アーホフのもとに短期間滞在した後、アドルフ・ヒトラーの台頭を嫌って1933年にシカゴ大学に戻った。1934年にはハーバード大学へ移り、講師、後に教授となった。その後、1950年に全米科学アカデミーの会員に選ばれた。ワールドは、 政治や社会情勢についても積極的にコメントを発し、ノーベル賞受賞者という知名度から国内的、国際的な関心を集めた。特にベトナム戦争や核兵器に関して反対論者だった。1980年のイラン人質危機の際には代表団の一員としてラムゼクラークラと共にイランを訪れた。 数人の他のノーベル賞受賞者と共に、彼は1986年に、モスクワを訪れ、ミハイル・ゴルバチョフに、環境問題に関する説明を行った。そこで彼は、ノーベル平和賞受賞者であるアンドレイ・サハロフの妻、エレーナ・ボンネルの逮捕、ニジニノブゴロドへの抗禁と亡命について正した。ワルドは、ゴルバチョフは、その件について一切知らなかったと述べている。 ボンネルとサハロフはその後すぐ1986年12月に解放された。ワルドはマサチューセッツ州ケンブリッジで1997年に逝去。ありがとうございます。